チュン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 。ゲンです。ゲンです。事実ならひどいです。カツ丼と親子丼どっちがいいですか？最悪。最低。では、行ってきます。クルメ。さあ、推理していきましょう。さあ、あ、初手全然ないやん。さあ、もう5秒ぐらい経っている。高田さん、早ない？さあ、リアクター。さあ、一応直しに行きます。直った。ボタンですね、これは。宇宙警察だ。宇宙警察だ。宇宙警察だ。高田さんに質問したいんですけど、はい、どうしました？高田さんってどこからナビゲーション来たの？どこからコミュニケーションとシールドを通ってすからナビゲーション来ました。明日からのルートですね。はいはい。あ、なるほどなるほど。いや、なんかすげえ早いなと思って。ケイさんもそれはすれ違ってます？あ、僕シールドでタスクの場所で会いました。OK です。じゃあ弁当ないですね。うん、ただ早いなと思いました。すげえと思って。O2 の前を通るぐらいでナビゲーションに入っていくのがチラッて見えたんで、あれ早くねって思って。ごめんなさい、ちょっとチート使ってるんで早いんですよ。加速チート。事実ならひどいです。すごいな。配信でチート宣言はかなり。ちょっと、配信的悪いから、ツッコんでできないですね、これは。これ。やばい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 。待って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 。高田さん、ストレージシールドコミナビって言ったってことですね。そうこれ、高田すげえな、高田さん、早いな。高田さん閉じ込められてる。ゲンさん下行く。アルマさん上。アルマゲンさんとす藤宮源。ん？二人とも何してるの？さて、今度はオッツ。これだ。走るのめんどくさいな。あ、誰かとすれ違ったけど見えなかった。さあ、どっちで麺屋さん行った。間に合うかな。え？おー、オッケーオッケーオッケー。よし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 。タケプーさんさ、あの今リアクター逆走したじゃないですか。あ、オッズの時ですよね。あ、そうですそうです。で、僕の前にすれ違ったの誰だっけ？エレクトリカルで藤宮さんとすれ違って、はい、その後宮さんじゃないかな。あ、そうそう。で、藤宮さんってどこ行ったんですか、その後。エレクトリカル入りました。え、いや、エレクトリカル入ってるの見てますよ。入ったの？入りました。オーツなってても俺の前誰かあるっつって、なんかアドミ行ったらいなかったから。夏目先生どういうルートでオーツ行ったの？え、上回りだった気がする。オーツに3番目についたのが夏目さん。え、3とツー先端夏目の順だ。え、誰だっけ？オーツ目ないね。そうだよ、その順でオーツ。夏目先生ってさ、俺とさリアクターもう何はいはい、ちょっと上回りで行ったってこと？そうだと思う。僕高田さん入れてないですよ、これ。主役入れてない。まずガチで。さ、初手にカフェテリア締めから脱出したい。よし、脱出できた。でもね、こっち側ね、作業ないんですけど、カフェテリアで待機とどっちが早いかっすね。多分今ぐらいに空いてるんで、微妙に早いか。初手に出るとしたらね、右側からしか。初定位置的に出れないんですけど。OK。さあ、戻ります。高田富士宮。あそこの下残しとくか。チャゲポヨ。3、4、5、6、7、8、9、10。OK。
ンチ？ほぼ。え、これ僕、最終目撃持ってますね、センターさん、多分。初手一緒に右行って、はい、で、ナビゲーションで一緒になって、その後センターさん上に行ったんですね、出てったタイミングで。僕、下に行ってるんで、めっちゃ下行けし疑ってます。あ、マジですか。一応ね、カフェの下から上がって、まっすぐ上に行って押すまでは、いなかったので、右上とかごめんなさい、チェックしないですけども。あ、じゃあ、減算はできないかな。そうですね。名屋さんだっけ連れ違ったのってエレクトリカル前ら。てかエレクトリカルの中に僕も一緒にいる。はい、あ、いたの。三元名さんも無理です。ね、多分タイミング的にリアクターが鳴っている最中ギリギリちょい過ぎぐらいにキルクルタイムが終わってるので、リアクター直後ぐらいから追ってけば多分いいと思います。リアクター直後は計算す、いや、じゃあセンタスエレクトリカルの中に入ってきました。エレクトリカの中に入ってた？いやいや、入ってない、入ってない。いや、誰かが入ってった。リアスカ直後は僕とゲンさんしかエレクトリカの中入ってない。あれ？じゃあ違うね。いや、直後じゃ、あ、ごめん、直線だったわ。塚田さんは、ブーブーが終わってから入ってきて扉が閉まった。はい。で、その下に藤宮さんもいた。はい。お互い死にできるところは全部白で、うん、どの道さんはローバーですれ違ってるので無理。直前までリアクターでチャゲボヨさんが僕のタスクちょいちょい見守ってたから、チャゲボヨさんも無理だと思う。はい、で藤宮さんもリアクター最速でたどり着いてるかな。めっちゃサントスになっちゃう。まあ、なっちゃうよね。でも、まあ、僕がサントスさんになると思う。夏目さんは上抜けた後はどこが最終ですか。あ、閉まったんで、ああ、それが最終です。夏目さん開けてカフェテリア入るぐらいが最終です。え、勘違いだったね。入ってったと思うんだけど。夏目先生、夏目先生、ブーブー鳴ってる時に左に行ったじゃないですか、一緒に。一緒に、はい、僕で、僕がちょっと引き返してエレクトリカル入ったんですよね。ゲンさんが入ったあ、それが名屋さんか。僕が入って、で夏目先生がリアクターの方行って、そこから僕、ゲンさんとずっと一緒にエレクトリカルの中にいるから。あ、OK、ごめんなさい。次、サントスさんのために議論を進めた方がいい。サントスさんが多分このまま来るだったら釣られる。うんうん、私はアルマさんとペア、まあいいや、ちょっと押しますね。はい、え、サントスさんが押してるんです。押してる、うん。僕は押します。押しますサントスさん？サントスさん？どうしようかな。どっち行こうかな。あのエレクトリカルの左下で死んでました。あ、サントスがやってますよ、これは。エレクトリカルじゃない、ロアロアロア。あ、じゃあサントスさんをエレクトリカル前の通路で死にしてるので、それ以降リアクターに来てる人誰もいないから、自分の後ろから。あ、ちなみにこれはサントスの後ろを走ってました。じゃあもうサントスさんしかないね。サントス夏目と高田健さんの間に誰もいないから。お土産か。あ、サントスの前にチャゲポヨいます。サントさん、カツ丼と親子丼どっちがいいですか？ちょっと高田さん、ここ二郎なんだから。ライン繋ぎきた。二郎なんだからさ。やばいね、もう無理やる。よくない、何回目って言われた。急に高田さん、本当にされる高田さんで。それ流行ってんだな。次、誰かボタンを押しましょう。ボタン押しましょう。ボタンいらないんじゃないですか。うん、夏目さんがちょっとおかしいね。議論をすごい邪魔してる感がある。で、まあ高田さんはもう状況上大丈夫かな。これは悪かったな、悪いことしちゃったな。まあなんか一応一応、いや一応とかないじゃん。いや、なんか誰か押した方がいいみたいなこと言いませんでしたっけ。あ、まあ自分が言いましたが、いや、どうなんだろうな、逆もあるからな、これ。ねえよ、この曲。お母さんがあれだったら、サントスさんの後ろにいたって言わなくてもいいから。だからボタンを押したいって言ったのか、そういうことか。まあ、確実に釣られるだろうと思って、後ろにいたよっていうあれもあるけどね。いや、まあ、なるほどな。ああ、なるほど、夏目がね、見てるからね、うまー、高田さん、究極のライン切り、高田健士、ね、相方を売る。僕、夏目先生入れてますよ。あ、俺も。え、なんで？なんか6人盤面にな雰囲気が。あ、待ってね。なんで釣られてんのこれ。え、夏目と高田さんで釣ったよね、サントスさんを。
僕ら、そうそう、俺と夏目先生で釣って、しかも俺はちゃんと夏目の気持ちが分かるんで、ちゃんとスキップ入れてるよ。これでスキップ一票もなかった時の夏目の、いや、ゲンさんはスキップしてますよ。ゲンさんはスキップしてます。ゲンさんはってことは他の方はみんな分かる。ちょっと上げ足取るしないでくださいよ、ゲンさん。夏目もスキップ入れる、ゲンさんもスキップ。あと一人が入れてくれれば全然大丈夫。あ、じゃあ、夏目先生遺言言って。はい、なんで、なんでは、ね、ヘイトという言葉が目に見えますね。え、おはるちゃん。やっぱりね、ほら、怪しいと思ったんだよ。いや、でも初日さんとっさん変わったの、僕の目線めっちゃ黒かったですよ。本当に、初日。最低の進行で勝ちました、ね。ノリで勝った。